はい、BS 日テレのヒロミの八王子会という番組のものなんですけど、はいはい、どうも石橋さんで、はい、石橋です。あ、すいません、今回ですね、はい、番組の企画で、はい、八王子の新スターを、うん、新スター、はい、視聴者さんから、はいはい、募集したところ、うん、ちょっと石橋さんの、はい、お名前が上がりまして、はいはいはい、ちょっと今日取材させていただきたいと思い、はいはいはい、大丈夫です。初めて来たので、僕53ですけど、スター候補で大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみになんですけど、うん、石橋さんは何をやられてる方なんですか？うん、僕は元バスケット日本代表で、今は八王子ビートレインズっていうね、プロバスケットチームの、コーチ、コーチの仕事と、それからアンバサダーというちょっと PR するような仕事もしてますね。そうなんですか。はい、それにしても石橋さん、はい、でかいですね。そうですね、舐めるように。身長何センチあるんですか？身長はね、210センチです。2メートル10センチ。はい、体重が135キロで、昔150キロあって、北斗の拳のラオウと全く同じサイズだったんです。ここまでやっぱ身長が高いと、はい、一般の方からジロジロ結構見られたり。いや、見られるなんてもんじゃないですよね。後ろで、うわぁ、なんだあれとか、気持ち悪いとか、はい、散々言われてきましたけど。ちなみに、うん、今日って、うん、選手の皆さんとかって何？はい、プロ選手練習してますよ、このエスフォルダアリーナで。いつも試合ここでやってるんですけど、はい、今日も練習してます。そうなんですね。はい、その練習風景とかって見させていただくことって、うんうん、ああ、もう全然大丈夫ですよ。頑張ってますので、イケメン選手も多いですから。あ、はい、じゃあちょっとお話を聞かせてもらえますか？はい、わかりました。じゃあ行きましょうか。はい、はい、自販機っていうか、これに当たらず全然、自販機よりあれですよ、ね、全然高いですよ。なんでこの上の汚れがめっちゃ見えますからね。すごい汚いです。遅れたのね。エレベーターに乗ると、はい、みんな話しかけできますね。何センチあるのって。おばさま方が。まだちょっと始まる前ですね。そうなんですね。はい、小さいですね、椅子が。小さいですよ、小さいですよ。だからあれですよ、混んでてこういうところにしか座れなかったら、はいはい、僕の後ろに座った人は僕の後頭部だけ見に来た感じになるから。一番その生活で困ることって何ですか？やっぱ服とかね、靴とか特別な注文をしないと買えないので、あ、 T シャツ忘れたって言ってもどこでも買えないっていう。そうです。ちなみに靴ってこれ36センチです。36センチ。36センチ、18インチっていう。でかいですね。そうですね。全然違いますね。だって手ぐらいじゃないですか。手も大きいんですよ、僕ね。手すごいです。背が大きいから、うん、そう、なんか得したことってあります？まあ絶対皆さんに覚えてもらいますね、どこ行っても。で、なんかすごい皆さん優しくしてくれます。話すと優しくしてくれます。ただすれ違ったりするとうわっとかって言われますけど、はいはい、なんか話して触れ合うと皆さん優しく接してくれたりとか、背を焼いてもらえたりとか。やっぱ身長でかいと覚えてもらいますよ。そう、すごい覚えてもらいますね。僕の名前、石橋貴俊っていうんですよ。はいはいはい、トンネルズの石橋さんと一文字違いなんですよ、実は。漢字が、はいはい、でも、あまりそれを突っ込まれることがないんです。会うとそこには誰も触れないっていう。そっち以上に背の大きさ。そうです、そうです、はい、サイズとか、そっち、あの大きい人っていう。石橋さんは、はい、八王子出身の方なんですか？僕はね、北海道です。あ、はい、プロのコーチはそういろんなところにこう転々とすることが多いんですよ。八王子にプロチームがあるので監督をやってくれということで、2017年に八王子に来て、今子どもたちを教えながら、子どもたちを10年後にはこのトップチームに出ると、はい、そういう活動というか、そういうことをしてますね。お住まいは八王子なんですか？はい、八王子です。はい、北野っていうところですね。はい、北野っていうところ。何年ぐらい？もう7年ぐらいになりますね。6、7年。はい、八王子のいいところとかって何かあったりしますか？そうですね、あの地元愛が強いですよね、皆さんが。だから試合会場とか行ってももう八王子を応援する人たくさんいますし、僕どこ行っても目立つから、あのバスケット知ってる人には本当にめちゃくちゃ声をかけられて、いや頑張ってくださいとか、応援してますとか、すごい言ってくれるんですよね。都会のってちょっとあんまりそういうの薄いところ多いじゃないですか。そうですね、はい、やっぱりホームの応援の強さっていうのは東京では八王子が一番だと僕は思ってますね。はい、ヒロミさんとの関係性とかってあったりするんですか？実際お会いしたことは全然ないんですけども、はい、あの花輪さんがラジオ、トレインズの応援のラジオをやってくれてまして、花輪さんがヒロミさんと仲いいっていう話なので、はい、その話はしたことありますけど、そうです、はいはい、直接お話、お会いしたこともないですね。
ちなみにどんな話されたんですか、覚えてらっしゃいますか。なんか八王子の歌を作ってくれって、はいはい、ヒロミさんに頼まれて作ったんだっていう話をしてましたね、はいはい、実はそのね八王子の歌が、はい、八王子ここで行われるホームゲームのハーフタイムに、はい、レイリーズっていうチアダンスチームがいるんですけど、はい、彼女たちがその曲に合わせて踊ってくれるんですよね。あ、そうなんですか。簡単な振り付けなので、見てる女の子たち、小学生の女の子たちも一緒になって踊るとかね、非常に微笑ましい光景が見ることができますね。あ、じゃあクロミさんってそういうつながりがある、ね、そうですね、はい、メッセージもくださったり してました。はい、トレインズに、はい、非常にそれは嬉しいメッセージで。じゃあ結構関係性あるんですか。そうですね、お会いしたことないだけで本当に関係性はとってもあるんです。はい、じゃあ実際にコートまで行ってみてみましょうか。いいですか。はい、全然大丈夫です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここがコート、練習コートですね。そうですね、この辺がいろいろトレーニング器具があったりとか、トレーナーさんがいるので練習前に部屋を下げるとボールと、ね、ゴールだけというものではなくて、ああいう、ね、垂直跳びみたいなので何センチ飛んだか最新のトレーニング機器を使いながらデータを取りながらやってますね。コーチやマネージャーがリバウンドをしてシューティングをしていますね。はい、じゃあ、ちょっと一人呼んでもらいましょう。呼びますか。はい、はい、おしろ、うちの期待の選手。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。八王子ビートレインズ、背番号99番の大城優作です。よろしくお願いします。ポジションってどこやられてるんですか。今ポジションはポイントガードとシューティングガードっていうちっちゃい選手のやるところです。そうなんです。身長とはおいくつなんですか。身長180センチです。ちょっと並んでいただいて。こう見るとやっぱり180センチは小さく見えますね。そうですね、はい、一番ちっちゃいポジションと一番大きいポジションです、はい、あ、そうなんですね。そうです、そうです。大城選手は八王子出身の方ですか。いや、僕沖縄です。沖縄出身です。すいません、八王子だほど縁もゆかりもないんですけど、一応6年目で長くいさせてもらってます。あ、そうなんですね、はい、八王子のなんか実際来てみていいとこって どんなとこですか。でも1年目の時から、はい、なんていうんですか、沖縄にちょっと似てる、都会すぎず田舎すぎずみたいな、めっちゃスムーズにしてはめちゃくちゃいいのかなって思いました。自然も豊かですごく好きです。特技とか、なんか得意な、技とかあるんですか。シュートが一応得意じゃ得意。あ、そうなんですか。昨シーズンのスリーポイントチャンピオンです。一番確率高くスリーポイントを決めた、はい、まあスリーポイントキングですね。あ、スリーポイントシューターなんですね。あ、一応、はい。三井久志ってことですか。ね、宮城亮太と三井久志を足して2で割ったよ。わあ、かっこいい。ありがとうございます。ちなみにその得意なスリーポイントを見せていただくことって可能ですか。はい、あ、大丈夫です。じゃあちょっとやってみてもらってもいいですか。はい、じゃあお願いしていいですか。よろしくお願いします。じゃあお願いします。はい、まあ当たり前ですよ、プロですから、スリーポイントですから、こんなもんじゃないですよ、こいつは。もっともっとできますよ。いや、さすがっすね。いやいやいや、当たり前です。やっぱ結構練習されたスリーポイントって入るんですか。そうですね、選手にもよるんですけど、僕はもうひたすら練習しないと入らないんで、ひたすら頑張ってます、練習を。はい、いや、もう僕は本数決めずに時間で、体育館が使える時間まで使ってるスタイルなんで、本数とか決めないです。結構もう体に染み渡ってる感じ。そうですね、もう感覚を染み込ますっていう感覚ですね、僕はもう。めちゃくちゃしてます。はい、大丈夫です。無視した状態とか、スリーポイントってできたりするもんなんですかね。いやー、体に染みついてるからね。奇跡的にね、入れば、まあ何本日本かは入るんじゃないですか。本当ですか。ちょっとじゃあ、すいません、やってもらっていいですか。はい、はい、大丈夫です。これ、大丈夫ですか。あ、すごい、熱いです。うわ、これきつ。うわ、これ多分どうなんだろう。ちなみに、メタルシしてやったことってありますか。いや、一回もないですね。バスケで一回もないですね。よし、ここから10センチでな。で、ちょうどまっすぐ。ちょうどまっすぐ。ちょうどまっすぐ。今週の選手、準備よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、では、お願いします。はい、来い。あー、やっぱ左右。
されましたね、左にね。まっすぐがね、見えてないからちょっとこっち側にまっすぐ行っちゃったんですよ。距離的にはあったね。ちょっと変わるだけで変わっちゃうんですよ。はい、まあでも面白かったですね。はい、ありがとうございます。子供たちに夢と未来を、僕たちがバスケで八王子を盛り上げます。応援よろしくお願いします。3、2、1、 GO トレーニング。